1分27秒09、設計番号8番、1分26秒98、設計番号9番、1分27秒72、設計番号10番、1分28秒88、設計番号11番、1分28秒69、設計番号12番、1分25秒16。現在のところ第2組の最高タイムは設計番号12番、淡路警察署日野選手1分25秒16です。なおこれには減点行為は含まれておりませんので、あくまでも参考タイムです。コースの確認を行っておりますので、今しばらくお待ちください。でしょ、ただいまから傾斜走行操縦競技第3組の練習走行を行います。この組は現在は警察署などで勤務している白バイ乗務員であり、かつては交通機動隊員として活動していた白バイ乗務員が出場します。第3組練習走行の先導を務めますのは交通機動隊の溝口巡査長です。溝口巡査長は平成23年3月から交通機動隊で勤務し、先週行われました第45回全国白バイ安全運転競技大会に出場し、個人総合第6位の成績を収めました。まもなく溝口巡査長がゴールします。コースの準備がよろしければ白旗を上げてください。ありがとうございました。ただいまから傾斜走行操縦競技第3組の競技を行います。第3組第1走者設計番号13番、交通機動隊坂口選手です。坂口選手はこの秋の人事異動で初めて交通機動隊員となり、1ヶ月間の乗車訓練を受け、
今月から交通機動隊員として街頭活動に従事します。まだ白バイ乗務歴は1年と経験は浅いですが、先輩方々に負けないよう精一杯頑張ります。この大会ではタイムでは若い人に負けるかもしれませんが、今までの経験を生かしミスがないよう頑張りたいと思いますと意気込みを語っておりました。それではスタートしていただきましょう。第2走者ゼッケン番号14番須磨警察署谷崎選手です。谷崎選手は交通機動隊をはじめ各所で白バイ乗務員として勤務しており、今年の秋の定期異動により須磨警察署で勤務しております。白バイ乗務歴は12年とベテラン乗務員で、この大会で3回目の出場になりました。過去の大会では思うような成績が残せませんでしたが、職場も変わったことから心機一転頑張りたいと思いますと意気込みを語っておりました。それではスタートしていただきましょう。スタート。第3走者ゼッケン番号15番西宮警察署藤坂選手です。藤坂選手は現在西宮警察署で勤務しており、白バイ乗務歴は11年のベテランとなります。過去第1回大会に出場した際には転倒するというハプニングに見舞われました。今大会では緊張していますが、訓練の成果を精一杯発揮し、第1回大会での雪辱を果たしたいと思いますと意気込みを語っていました。それではスタートしていただきましょう。スタート。第4走者ゼッケン番号16番火災警察署木下選手です。木下選手は現在は火災警察署で白バイ乗務員として勤務しておりますが、平成22年の春まで交通機動隊で白バイに乗務しておりました。白バイ乗務歴は通算して17年のベテラン白バイ乗務員となります。この大会では交通機動隊勤務経験者若手隊員に負けないよう頑張りますと意気込みを語っていました。それではスタートしていただきましょう。この選手が第3組の最終走者となります。ただいま最終走者がゴールしました。そうには見えないですけど、やばい。